マサルは、ロシアのフィギュアスケート選手アリーナ、ザギトアのカンイヌ、赤毛のメスの秋田県である。2018年2月15日に、秋田県大選手で、カチダイやカチバナなどとともに、4つこのうちの1匹として生まれた。カチダイはオスであり、大館市の秋田県の里で展示されている。カチバナは、マサルの妹にあたり、ガッチャンと愛称されている。父親は、 岩手県で飼われている秋田県であり、母親は大選手のブリーダーが飼っている花かと名付けられた犬である。ザギトワは2018年ピョンチャンオリンピックを控えて新潟市内で事前合宿を行っていた時、雑誌で秋田県の写真を見つけて気に入り、秋田県を飼いたいと母親に相談したところ、母親は五輪でうまく滑ったらねと応じた。 このことが2月27日に報道されると、秋田県保存会会長であり、政治家の遠藤隆は、秋田県を贈呈することを決意し、スターズ・オン・アイスに出演するために来日していた、ザギトワと会い、赤毛3匹、トラゲと白髪1匹ずつの、計5匹のメスの子犬を撮影した写真を、提示したところ、ザギトワは、マサルを選んだ。二千十八年二月十三日、ザギトワが、 ピョンチャンオリンピックで金メダルを獲得する。同年3月3日、ザギトワが秋田県に勝利を意味する、マサルという名前をつけたい、との胸を述べる。同年5月26日、贈呈式がモスクワのホテルメトロポールで開催され、遠藤からザギトワにマサルが手渡された。この式には政治家の安倍晋三とその妻、秋江も同席している。ロシアに、 日本の秋田県がプレゼントされるのはこれで2度目であり、2012年に秋田県からウラジーミル・プーチンに秋田県夢が送られたのが1度目である。なお、同年7月に朝青龍名徳に贈呈された秋田県のマサオはマサルのいとこである。2018年11月、シングメーカーのエアウィーブと広告出演契約を締結し、2019年1月、 同社のテレビ CM にザギトワと共に出演する。同年5月11日、秋田県の展覧会がモスクワのソコーリニキ公園で開催され、生後10から18ヶ月の部門においてマサルが1位に選ばれる。大選手のブリーダーは、マサルについて、人懐っこくて、上品な目をしている、秋田美人だと思うとの胸を述べている。ザギトワは、マサルは、とてもとなしくて、 みんなが可愛いと思うような犬で、そして頭がいいです。子熊みたいにふわふわで可愛いと評価している。ありがとうございます。